はい、お疲れ様です。今日は早めに出来上がりましたというわけで、今日はカレーです。はい、こんな感じ。ね、人参たっぷりですね。ね、安かったんでいっぱい買ったんだけど、ちょっともうちょっとね、もう次の機会だと飴ちゃうんで、もう早めに全部使っちゃいました。そして今日はね、ポーク&ビーフカレーです。以前作った何でしょう、牛すじ煮込みの時のその何だろう、水分の部分だけを冷凍して取っておきました。でそれにちょっと残っ、まあ、前のね、ビーフシチューの時のやつですね、ビーフシチューの時のやつのタレを半分冷凍しておいてカレーにも使うと、まあ汁関係、汁物関係というかね、かけ物関係にはこう万能に使える、この牛すじ煮込みね、これに、ローストしたポークね、ローストしたポーク、どういった、ね、あったあった、これね、ゴロッと、あまり火強くしちゃうとね、硬くなっちゃうんで、ローストしてそのあまり温度が高くないカレーに入れることにより柔らかくなると思います。思うだけです、ね、実際ローストポークを入れてみるのは初めてなんで、どうなるかなっていう、実験的カレー、はい、味わいもね、いろんなものが入ってるんで、玉ねぎも芋もね、ちゃんと形が残るように電子レンジでチンしていきます。はい、最初から煮込んじゃうとボロボロになっちゃうんでね、後からこう芋の美味しさをね、汁にはやっぱりチンして入れるのが一番いいんじゃないかという結論に至りました。はい、というわけで、はい、今日はロースト&ビーフカレーでございます。ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。はい、というわけで今日のくにくんのコーナーはね、何やってんの？くにくんの道場です。絵本読んでんの？はい、そうです。絵本読んでもちんちん&お、なになになに、どうしたぞ、はい、はい、どうぞどうぞ、よいしょ、あー、いやいや痛かったでしょはい、どうぞ、ここ、いや危ないよ、進めるユニバーサル